QQ モバイルの ID、パスワードの設定についてご紹介します。 UQ モバイルポータルアプリをご利用の際には MyUQ モバイル ID の設定が必要になります。 ID、パスワードを設定する手順を見ていきましょう。スマートフォンの中に UQ モバイルポータルアプリが入っていない場合はダウンロードをしてください。 iPhone は App Store から、 Android スマホは Play Store からダウンロードできます。アプリをタップして開きます。タップとは画面をトンと軽く触ることです。アプリが開き、利用規約が表示されたら一読の上内容を確認して同意するをタップします。ログイン画面で初期 ID と初期パスワードを入力していきます。まずは ID の入力欄をタップして入力していきます。ここで入力する ID は B から始まる10桁の受付番号です。受付番号はご契約の内容書面に記載されています。受付番号が正しく入力できたらパスワードの入力欄をタップします。パスワードはご契約時に決めた4桁の数字を入力していきます。初期パスワードは契約申込書に記載しておりますのでご確認ください。パスワード入力欄右側の目のマークをタップすると入力した文字が表示され、間違っていないかどうか確認することができます。パスワードが正しく入力できていることが確認できたらログインするをタップします。すると ID の変更についてのメッセージが表示されるので、次へをタップして ID の変更に進みます。新しい ID は半角の英小文字と数字を組み合わせた6文字以上16文字以内のものを設定できます。英小文字のみまたは数字のみでの設定はできませんのでご注意ください。ID の入力欄をタップして設定したい ID を入力します。入力が終わったらパスワードの設定に進みます。パスワードは半角の英字や数字を使った8文字以上12文字以内のものを設定できます。パスワードをより安全に設定するためには英数字を組み合わせたものがおすすめです。パスワードの入力欄をタップして設定したいパスワードを入力します。設定するパスワードは忘れないようにご注意ください。下段にも同じパスワードを入力していきます。パスワード入力欄右側の目のマークをタップして、正しく入力できていることが確認できたら登録するをタップして進みます。
利用許諾が表示されますので、一読の上内容を確認して同意するをタップします。アプリの紹介画面が複数回表示されるので、いずれも画面右下の次へをタップします。通知許諾のお願いが表示されたら、次へをタップします。通知についてのメッセージが表示されたら、許可をタップします。アプリを始めるをタップします。アプリのホーム画面が表示されたら設定完了です。以上、UQ モバイルの ID、パスワードの設定についてご覧いただきました。